はい。どうもさん、こんにちは。エざいです。それでは今回なんですけども、GoToEat プレミアム付き食事券は25%から20%へ引き下げ、販売期限や利用期限も延長、お得な購入方法も解説ということで、今回はすでに使ってる人は一握りでおなじみの GoToEat に関する情報ですね。この動画では GoToEat に関する最新情報を簡潔にまとめましたので、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、早速お伝えしていこうと思うんですけども、まあ、少し前にですね、GoTo8 e と延長されるということで、まあ、簡単にまとめた動画を少し前にアップしたんですが、まあ、ちょっとそこからの続きになるかなという感じですね。で、今回ですね、大きく2つに分かれております。オンライン飲食予約に関する情報と、プレミアム付き食事券に関する情報ですね。まず上から見ていこうと思うんですが、オンライン飲食予約についてですね。まずこちらなんですけども、付与されるポイントの有効期限が延長されますよということが発表されました。 まあこちらはですね、GoToEat の公式ページにもうちょくちょく載ってたんですけども、一部抜粋をしております。まず y a h o o コからですね、こんな風に出ております。GoToEat ポイント有効期限の延長についてということで、 ゴートイートキャンペーンで付与されたゴートイートポイントの有効期限を以下の通り延長しますということで、どんな風に延長されたかというと、ここご覧になっていただきたいんですが、変更前はもともと付与されてから60日間の間だったんですけども、変更後に関しては2021年の3月31日まで伸びましたよということになりました。これちょっと嬉しいですよね。ま、あ本当今ちょっと世の中的にね、ま、例のウイルスがね、またちょっとじわじわというような来てるような状況 となってて今回のこののこヤフローコに関しては2021 31年の3月31日まで伸びままししたたよとということが発表されましたでですね、ちょっとここもしっかり見ていただきたいんですけども、すでに付与されたポイントの有効期限は、2020年11月27日より順次変更いたします。今後付与されるポイントの有効期限は、一度付与した後に有効期限を変更いたします。変更のタイミングが追って、本掲載内にてお知らせいたします。 で、最後のところですね。有効期限延長に関してお客様の操作手続きは不要ですということですので、ま、ここもちょっと安心ですよね。正直、今のね、この状況で、どのタイミングでちょっと使おうかなというふうに、ま、正直なるとは思うんですよ。で、僕自身もそうなんですよね。実はまだ付与されたポイント全部使い切れてないんですよ。なので、今回のこの延長ってのは個人的にもめちゃくちゃ嬉しいです。 で、続きまして、まあ利用頻度が一番多いかなと思う、こちらのホットペッパーグルメもしっかりと発表されておりました。まあ、上の方にも出てるように、まあ加算したポイントの有効期限を延長することを決定いたしましたということですね。まあこちらその GoToEat のキャンペーンプラス、大阪府限定のまあキャンペーンもこちらも延長されるということですね。 で、同様にですね、まあ、現在保有されているポイントの有効期限を延長することはできないため、2020年の11月30日までに加算された GoToEat キャンペーン及び大阪府限定少人数利用飲食店応援キャンペーンポイントについては、ポイント未使用のまま有効期限を迎え執行した後、新たにポイントを加算いたしますということですので、 ま、ここもね、焦って、まあ、ギリギリになってポイントを使わず、こんな風にまた新たにポイントがくれるということですので、一応ね、これはもう事前に把握しておくのがいいのかなと思います。で、一応スケジュール的にはこんな感じになってますね。ポイントが加算された時期であったりとか、加算当時の有効期限もしっかり出ておりまして、で、新しい有効期限は3月末日という感じですね。 で、下の方にも出てる大阪府限定のキャンペーンもこんな風に変更がされるということですので、もし利用された方はですね、チェックをしておいてください。そしてもう一つ、グルナビもピックアップしてあります。ここも先ほどのちょっとホットペッパーグルメに似てますね。システム上、現在保有されてるポイントの有効期限を延長することはできないため、2020年の12月から2021年の1月に執行した GoToEat キャンペーンポイントについては、執行後に新たにポイント付与されますということですね。で、一応どんな風に付与されるかっていうスケジュールはこんな感じです。 てっとなまあ、今回ですね、このヤフロコとホットペッパーグルメ、そしてグルナビしかピックアップをしてませんので、もし他にもですね、まあ、レティであったりとか、他のグルメサイトを利用されている方はどんな風に、まポイントが延長されているのかとか、まあ、公式のページをチェックした上で、まあ、そのままね、利用するのもいいと思いますし、まあ、3月までギリギリまで待つのもいいのかなと思います。 続きまして次二つ目のプレミアム付き食事券についての情報ですね。これちょっと前の動画の時にもしかしたらお伝えしたかもしれないんですが、販売期限に関しては2021年の1月末、そして利用期限に関しては2021年の3月末までっていう風にもともと決まってたんですけども、 それが今回の発表で販売期限が2021年の2月末まで伸びたと。ま、あ1ヶ月伸びたと。そして利用期限に関しては2021年の6月末まで伸びたので、ここ結構いいですよね。3ヶ月分伸びてるので、まあ、かなり余裕を持って使えるのかなと思います。で、さらにですね、今回のこの世の中的なその状況を踏まえて、食事券の追加販売っていうのも決定しました。もともとね、このプレミアム付き食事券っていうのは購入額の25%上乗せされるというものだったんですけど、 追加分に関しては20%に引き下げられるということですね。25%から20%分ということですので、まあそれはそれで結構お得かなと思うんですけども、普段からその外食をされない方からすると、まあそんなに食事券を使うあれはないとは思うんですが、外食多い方とか、もしくはご家族でまあ特別な日とかで使うのであれば、まあ、このプレミアム付き食事券はまあ20%に引き下げられたとしてもお得なのかなと僕は思います。ですけども、ちょっと今回はですね、ネットのニュースから引っ張ってきたので、これがいつからっていうのは特には、まあ まだちょっっと情報出てなかったんで、かかんんんなななないいいですけども、まあ、近ううちにににはこんな感じになるのかなというふうに発表されておりましたで念のためですね、このプレミアム付き食事券がどんなところで販売されてるのかっていう確認なんですが、これはですね、ちょっと上にも出てる通り、地域ごとにバラバラなんですよ。で、一応例を出すと、スーパーであったりとか、はがきであったりとか、郵便局とか、あと LINE でもできたりとか、あとなんとコンビニでも購入できたりします。で、もしですね、お住まいの地域のプレミアム付き食事券が、まあコンビニでの購入ができる ことができますこれは僕の結構前の動画でプレミアム付き食事券を購入するならファミリーマートが圧倒的みたいな動画を出してるんですが、まあ、ちょっとその時と状況が今変わっているので、改めて今どんな風に購入すればお得なのかっていう3つ紹介したいと思います。 でですね、これは僕の場合なんですが、まあ例ということで、福岡県にてプレミアム付き食事券をお得に購入する場合ということなんですが、まず専用サイトにて事前に申し込みをしていただきます。まあどこの地域もある程度事前に専用サイトで申し込むところが多いのかなと思います。で、例えば福岡県の場合はこのようなサイトがあります。25%のプレミアム付き1枚の食事券を8000で販売というような GoToEat のプレミアム付き食事券ですね。 で、まずここで申し込んでいただくと。ちなみにこのサイトに関しては GoTo イートの公式ページに各地の、まあ、一覧の、ね、ページが出ております。で、次に丸二番。ファミリーマート店舗内のファミポートより申し込み券ということなんですけども、まあ、コンビニで購入する場合、他にもローソンとかセブンイレブンとかあるんですが、まあ、僕の場合は今回はファミリーマートをピックアップしております。で、そこのファミリーポートというものなんですが、 この緑の機械ですね。まあ見たことがあると思います。大体店内の端っことかに、もしくは入り口の近くにあったりすることが多いと思うんですが、ここで事前にその申し込んだ時の申し込み券というのを発券していただきます。で、さらにそこからまあレジにて決済で券を発券していただくというような流れになります。で、今回ここのポイントとなるのはこの決済のところなんですよね。 で、その決済の際に、お支払い可能な決済方法ということで、このプレミアム付き食事券は結構いろんな方法で払うことができます。まあ、下にも出てるように、現金とかファンペイとかデイー払いとか、もちろんクレカもいけます。LINE ペイ、ペイペイ楽天ペイ、AU ペイとか、そういった方法でできるんですけども、まあ、一部ですね、使えないものもあります。交通系電子マネー例えばスイカとかニモカとか、そういったものですね。他にも AD とか ID、ONE、q カード、まあ、そういったものでは支払いできないと。で、ここには載ってないんですけども、 ゲッペイじゃなくてクイックペイもおそらく決済はできないのかなと思いますんで、ちょっとそこは気をつけてください。で、今からお伝えするのは3つの方法なんですけども、まず LINE ペイですね。これはまあ少し前の動画でもピックアップをしておりました。LINE ペイを利用されている方であればわかると思うんですけども、いろんなクーポンというのがもらうことができます。例えばそのコンビニの場合、今回ここのファミリーマートですね、5%のオフのクーポンを使った場合なんですけども、通常食事券は1万円ということだったんですけども、それが8000円で販売されている場合、 このラインペの5%オフのクーポンを使ったら実質7600円ぐらいで購入することができます。これ結構お得ですよね。まあ、ちょっと前にお伝えしたお得な方法の場合はこれが確か10%オフとかだった気がするので、まぁ、あ、それぞれお得だったんですけども5%オフだと7600円になりますよということですね。 次二つ目は PayPay ペペですね。で、PayPay なんですけども、これはですね、以前僕がプレミアム付き食事券の動画を出した時に、まあこれ視聴者さんからのコメントで教えていただいたんですけども、今現在 PayPay ペペでは、あなたの街を応援しようというのは地域限定のキャンペーンというのが全国各地で開催がされております。 例えば、12月は54自治体でキャンペーン開催ということで、まあすでに終了した場所もあるみたいなんですけども、PayPay の公式ページで今どこでどんな風にキャンペーンが開催されてるかっていうのをまずチェックをしていただきます。 で、例えばこの、僕の場合、福岡県に住んでるんですが、まあ、開催予定の柳川市であったりとか、今現在12月の場合は、宮山市の第2弾で開催されてたりとか、末町っていうんですかね。まあ、末でも開催がされてると。で、例えばこの末をピックアップした場合なんですが、今出てるようなチラシですね。20%戻ってくるキャンペーンということで、付与上限が1000円相当まで1回に、で、期間中トータルで5000円相当まで戻ってくるということですね。これ、個人的にはちょっといいなというふうに思ってます。 僕はちょっと末に住んでないのでいいなというふうに思いますね。で、それの確認方法としてわかりやすいのは PayPay ペペの公式のアプリを開いていただくと結構わかりやすいです。まず PayPay ペペを開いたら左下に近くのお店っていうのはマップを開くことができるんですけども、それを今回はファミリーマート末植木バイパスと読むんですかね。そこをピックアップをしたら、ご覧のように応援というふうなふわふわふわみたいなマークで出ております。 これが、このキャンペーンが開催されてますよ、ということですね。なので、しっかりとここに最大20%戻ってくるというふうに出ております。まあ、普通のまあ、飲食店とかそういったお店以外にもコンビニも対象になってるっていうのは結構熱いですよね。で、例えばなんですが、通常は1万円の食事券が販売されてるのは8000円と。それを今回は PayPay ペペの20%還元キャンペーンを使ったら実質6400円って僕書いてるんですけども、先ほどのこの末のキャンペーンの1回のお買い物で戻ってくるのが最大で1000円までだったので、正しくは、 おそらく、実質7000になるのかなと思います。すいません、ちょっと計算間違えておりまして。 ですけども、それはそれで1000円オフぐらいになるので、結構お得なのかなと思います。まあけど地域によってはその販売されている額とか、まあちょっと変わってくると思いますんで、もし地域限定のキャンペーンが行われてれば、こういった方法でもお買い物するのもいいのかなというふうに思います。で、最後3つ目の決済方法として、楽天ペイをピックアップをしました。で、楽天ペイの場合なんですけども、まあ、かりやすいのが、この動画をアップしてる一つ前の動画ですね。セブンイレブンで楽天のバリアブルカード、 のキャンペーンですね。まあ、それを使ってお得に購入すると。で、やり方はめっちゃシンプルで、ファミリーマートで楽天ペイで決済する場合、期間限定ポイントで決済をすればお得に購入できますよということですね。 ま、開催されているキャンペーンは上に出てる通り、楽天のバリアブルカードをもともとセブンイレブンで1万円で購入して、そしたら1000円分の楽天ポイントが後日付与されると。なので、この分、ここですでに10%還元という感じなので、ま、下の例で言うと、通常1万円分の食事券が8000円で販売されていると。で、そこで今回楽天ペイで期間限定ポイントを使って決済したら、 ま、実質1000円オフになるので、まあ、7000円ぐらいで購入できるのかなという感じですね。で、そこからさらに、楽天イの場合はポイントで決済したら1%分の還元もあったりするので、まあ、こういった方法であればお得に購入できるかなと。まあ、ちょっと細かい計算は全然してないんですけども、ざっと実質7000円ぐらいかなと思います。もし詳しい方は細かい計算などコメントいただくと嬉しいです。まあ、先ほどもちょっとお伝えしたように、地域によっては販売されてる額であったりとか、販売方法っていうのは結構バラバラなので、もしファミリーマート で購入できるっていうのであればこの3つの決済方法をぜひ参考にしてみていただければなと思いますまあそんなこんなで今回は久しぶりの GoToEat に関する最新情報を、まあ、大きく3つに分けてお伝えさせていただきました ま、個人的にちょっと嬉しいなと思ったのは、ポイント利用が延長されたっていうのはちょっと嬉しいなというふうに思いますね。まあ、本当いつどのタイミングでちょっと使おうかなというふうに思ってたので、まあ、ちょっともやーってしてたんですが、まあ、それがちょっとね、3月ぐらいまで伸びてくれたっていうのは結構大きいのかなと思います。で、食事券に関してはね、25%から20%に変わるということなんですが、まあ、それはそれで結構お得なのかなと思うので、まあ、ちょっと、これに関してはちょっとタイミング見て僕もちょっと購入を検討しようかなというふうに思います。ですけども、やっぱりね、あの、オンライン飲食用 のポイント付与が、まあ、さらにねこれが追加できてくれればそれはそれで結構個人的にちょっとやっぱり嬉しいなと思うんですけどもまあ、ぜひねお偉いさんがこの動画を見ていただければそこも検討していただいたらちょっと嬉しいなという風に思っておりますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました